はあ、苦くもないし酸味もないけどコーヒーやわ。不思議。で強さこんなんで大丈夫ですか？はい、そんなんでいいです。もうこれで10分番組やる。ひたすらそのトントンの音をみんなに聞いてもらうっていうね。今回喫茶店を訪れるのはロシア生まれの姫路育ち、 YouTuber としても活躍する小原ブラス。はい、今日もね旭区の清水駅の近くなんかな、清水駅の近くの国道沿いなんですけどもね、すぐそこにあるよって聞いてるんですけどもね、あれかな、なんかイタリア国旗みたいな、チャオッペ、お店の名前がチャオッペなんかな。可愛らしいな、外でテイクアウトできるんや。え、めっちゃ可愛い。これは何、ここのお店のチャオッペの、あ、え、すごいでこれ見て、コーヒー豆売ってるわ。だからチャオッペさんのコーヒー豆ってことよね多分ね。またおしゃれな観葉植物もアロエとかな、こういうサボテンとか。あ、え、マスター？はい、え、マスターです。え、思ったよりちょっといい男やったわ。なんか写真で見たらヘラヘラした人かなってちょっと思ったんですけど。こんにちは。ちゃんとしてらっしゃる、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、ここはもう一人でやってるんですか？僕一人でやってます。2006年創業の自家焙煎カフェチャオッペ。コーヒー豆はお店で焙煎、こだわりのコーヒーを多種多様に楽しめる喫茶店です。やっぱりコーヒーがおすすめですか？そうですね、コーヒーが、はい、これうちのオリジナルのブレンドで、チャオッペブレンド、これね本当に苦味も少ないし酸味も少ないしっていう、なんかすごい飲みやすいコーヒーなんですよ。チャオッペって何？お店の名前がチャオッペですよね。そうです。どういう意味なんですか？うちもともとイタリアのコーヒー出してたんですよ。チャオっていう、で僕の名前が一平なんですよ、うん、チャオッペ。なんか友達のギャルがそういう源氏名つけてたわ。ペってつけてます。じゃあチャオッペブレンドいただいていいですか？はい、これで入れるときはまたなんかコツがあるんですか？コツがあるんです。ちょっとだけコツがあるんですよ、うん、最初蒸らしっていうのをするんですけど、蒸らしだけ全体に。うわ、 CM で見たことあるわ。こんな缶コーヒーの CM でよくやってるんで、これ。そうです、ね、茶色い色ついてますけどまだコーヒーじゃないんですよ。え、これ違うんですか？旨味がだからまだ出てないんで、これがたくさん入ってると美味しくなくなるんですよ。私は捨ててあげてください。うちのコーヒーメーカー蒸らし機能ついてます。最高です。絶対素晴らしい。小原グラスは蒸らす。で次からはこれはもう真ん中だけでいいんですよ。へー、え、端っこもったいなくないですか？なんか濃さというか。そう、みんなそう思うじゃないですか、うん、これね、お湯って真ん中に注いでもこの粉を通ってこの壁際を落ちていくんですよ。あ、そっか、結局ここキュッとなってますもんね。そう、だからもったいないと思ってここに注ぐと、コーヒーの豆通らんと全部落ちていくんで。あ、そっか、一番もったいないですね。へえ、考えたことなかった。これはもうこんな丁寧にコーヒーって入るんやな。はい、どうぞ。はい、チャオッペブレンドです、ね、だからセンスがいいよな、このコップ一つにしてもさ。いただきます。ほう、苦くもないし酸味もないけどコーヒーやわ。そうだね、コーヒーでしょ。不思議。このスプーンの置く位置によってなんかメッセージが違うって。こっちに置くととりあえずそのまま飲めみたいな。で、まあお好きにどうぞっていう時はなんかこっち、これは俺こっちのがいい気がする。一旦何もなく飲んでみて
欲しいなって思う。これはちょっとね、このかましたわいつからやってるんですか、そもそも。16年になります。16年も。はい。それまでは何やってたんですか。サラリーマンやってました。システムエンジニア。あ、システムエンジニア。でもすごい時代にシステムエンジニア花形やと思って行ったんですけど、かなりブラック企業で辞めて、何しよっかなと思った時にエスプレッソとかカプチーノの講習会が参加したんですけど、その時のバリスタさんがめちゃかっこよくて、もうこれしかないなみたいな、もう俺バリスタだろうみたいなぐらいの軽い気持ちで始めちゃいました。まあでも男ってそういうもんやと思うなんかあのカプチーノ入れるのとか、こんなんしゃモテるんちゃうかとかね、かっこええなとか、そんなんでええやと思う同期は。え、そのなんかエスプレッソも一応ここではやってるんですよね。はい、このねアフォガードっていうのがアイスクリームの上にエスプレッソをかけて飲んでもらうっていうのが、いいやん。アフォガード。アフォガード。アフォガード。はい、そういう料理名なんですか、アフォガード。そうです。イタリアでアフォガードっていう。あ、そのアイスにもうエスプレッソをかけることをアフォガード。そうです。じゃあちょっとちゃんと頼みますね。あ、したらアフォガード一つください。はい、ありがとうございます。笑ってしまった。笑わない。ちょっと言いたかった、アフォガードって響きいいやん。Google で調べてみるわアフォガードの響き。アフォガードはイタリア語でワルディアフォ。こんなんで会話な、 Google 翻訳ってやっぱすごいなって思う。今外国人分からんこと言ったらもうずっとそれでできるから、ただやし。話しかけられたりしないですか。話しかけられるけど、あ、ノーイングリッシュうわ、おしゃれです。こんなコップみたいなのに入って、ちょっとこう好きなだけかけてもらって、かけようかな、はい、全部かけていいんですか。全部かけても大丈夫です。いきますよ。うわ、ちょっと下手くそやった、ごめんなさいねこれ本来はもっと綺麗な映像としてお送りさせていただきますへえ、すごいおしゃれになってるね。でもやっぱいただこう。うん、コーヒーアイスみたいに急に変わってね、美味しいわ。大人な味がする。うん、はい、お休みの日とか何してるんですか。キャンプが趣味で。キャンプか、はい、一人で行くんですか。友達と行ったり一人で行ったりするんですけど。ご結婚は。はしてます。大丈夫ですか。なんかキャンプ行こうとこって不倫すんねん。しないですよそんな偏見ですよ。そんなことない。ほんま言うとった。なんか泊まり込みで行けるから。じゃじゃ、そんなん流せないじゃないですか。奥さん見てるのに。ないですね。ないですないです。ちゃんと指輪つけてます？指輪はつけてないですけど。つけてないやんか。で、あのキャンプ行った時に、はい、あの飲むコーヒーもあるんですよ。キャンプ用に。キャンプ用にコーヒー作ったんですよ。はい、これがトントンコーヒー。トントンコーヒー。もうほんまに書いてるわ、トントンコーヒー。そうです。キャンプ行くと見るはないんですけど、テント立てるのにペグハンマーっていうハンマーは絶対持ってるんですね。で、それで豆砕いたらいけんちゃうんと思って。これは開けてやるんじゃなくて、染みたまま、はい、このまままんべんなく3分砕いてほしい。トントンさせていただきます。もうちょっと早くでもいいかなえ、強さこんなんで大丈夫ですか。はい、そんなんでいいです。あ、もういい感じです。もうこれで10分番組やるひたすらそのトントンの音をみんなに聞いてもらうっていうねよ。もちろんまだらではあるんやけど、そのよく細かくなってる部分と粗い部分と、こういうタイプのコーヒーってあるよね。
キャンプ場とかでやっぱこっち系の方が合う気がするわ、見た目も雰囲気も。うん、ちゃんと味出てますか。うん、濃くはないけど、これはこれでいただける味で、ちゃんとコーヒーですね。やっぱこのコップがまた大事やな、こうやって外で、で外ってのもいいんかな、これまたね。何もおもろいこと言わへんなって顔でも待ってて普通に美味しい時は美味しいから OK OK ってわざわざカンペに書かんでもこれとかでわかるから OK って必死に書いてカンペ見せてくるんやけど資源の無駄、そこが事実やから